い、こんにちは。札幌7位美容室早任し後藤です、今回も美容師の都市伝説編をやっていきたいと思います。最近の美容師さんは練習をしなくなったっていうことに関して話したいと思います。スタイリストになると別に練習しなくていいわけですよ。アシスタントの頃はカリキュラムがあって、それを合格しないとスタイリストになれないっていうことがありますから、練習をスタイリストになったら別に練習しなくてもいいわけですね。もう自分が社長さんみたいなもんですから、特に、フリーランスとかね、そういう場合もそうですし、ある程度自分のね、時間をプライベートの時間を重視したいという方が多いと思います。僕ね、東京にずっと東京で美容師やったこともあるんですけど、東京の美容師さんは結構やっぱりね、すごいストイックで、めちゃくちゃ練習したりとかねしてると思いますし、ちょっと今現在の東京の状況って僕分かんないんで、こっち来ちゃってるんで分かんないんですけど、昔よりはね、今働き方革命とかね、もうなんか仕事ばっかりしてんのは悪だみたいな感じでね、思われる、まあ、世の中というかね、まあ、僕なんか多分もうスタッフから多分ね、こいつ仕事ばっかりしてバカじゃねえかみたいなね、ふうに思われてると思いますよね。お前みたいに絶対なりたくねえみたいなね、多分思われてると思いますよ。まあ別にそれはどうでもいいんですけど、僕はね、今ミニモでモデルさん募集して、こうちょっとねずっとオンラインサロンで、週1は絶対にモデルやって、営業後ですよ、営業後ねモデルやってましたね。で、例えばね、週に1回やるとしたら年間で48人ですよね。4週だからかける12ヶ月でも177名やってたんで、営業後今見ると履歴見ると177になったんで、予約件数が、なんでこれ営業中にやってる予約1個もないんですよ。全部営業後です。はい、もう練習も兼ねて、やってます。なので、結構プライベートの時間はがっつり削ってました。まあその YouTube に発信してるんですけど、実はこの YouTube の裏限定動画、これがねすごい量なんですよ。で、皆さんにちょっと発信できないんですよね。オンラインとかで流してる情報とかは有料でやってる部分があるんで、もう配信できないんですよっていうのがちょっとあって、まあ、ご理解していただきたいんですけど、メインの YouTube が全然アップできてない状態なんですね。現状で多分ね、その177名って僕年間48人以上やってたんですよ。じゃないと177名なんないんで、始めてからなんで、かなりペースで年間60とか70ぐらいやってたんじゃないかな。だから1週間に2人とかやってたと思います。だから結構寝る時間なかったですね。しかもどういう風にしてたかっていうと、撮影するじゃないですか。撮影して全部切り方とか全部カットカラーとか、まあ、わかんない、いろんなことやって撮影するじゃないですか。でそれをまあ、プラスアルファウィッグ使ってもやってるんで、もっとやってるんですよ。でそれを配信するように動画編集するじゃないですか。で動画編集して、さらにそれをオンラインサロンの、そのページを作るのにテキスト入れるじゃないですか。細かく説明するのにでテキスト入れたりとかしてるんで、結構寝る時間なかったんですよ。でもうちょっときついなって感じに、ね、なってきて、まあ、ちょっと減らしてるんですけど、今やっぱ働き方がね、プライベートを重視するのがベストみたいな。僕はねスタッフに対しては強制してないです。僕はこう異常値でやってる部分はあるんですけど、スタッフには練習するって一言も言ってるか、言ってることは言ってるけど、もう強制してやりなさいとか、営業後残ってやれとかも一切ないんで、むしろ営業後残って絶対やってとか、そういうのも強制は一切しないです。でもした方がいいんじゃないみたいなの言いますけど、なんでただ、まあ、スタイリストになったらとりあえず練習はしなくてもやっていけるんですよ。あとはコミュニケーション能力とか、仕事ばっかしてたら話す内容めっちゃつまんないんですよ、きっと。だから僕なんかめっちゃつまんないんですよ、多分話の内容とか、仕事ばっかしてるから。なので多分ドラマ見たりとか遊びに行ったりとか、僕も遊びに行ったりしてますけど、だからそういう会話の引き出しっていうのは僕非常に少ないと思うんです、多分ね。なんでそういうデメリットやっぱ出ちゃうんですけど、やっぱり職人の世界なんで、練習はめちゃくちゃしないとお客さんに失礼かなって僕は思ってしまいます。お金をいただいて、やっておりますの で今は良くないのが、ネットで情報を見て、それでこんな感じなんだな、分かったっていう感じで
そこでもう、それ以上追求しないんですよ。あ、こんな感じでやってんだな、はい分かりましたと頭の中で完結しちゃってるんですよね。そして実際やんないと分かんないんですよ、実際に。例えば、あ、ブリーチの仕方とかもブリーチして色やればこうなるんだ、あ、ブリーチこうしてこうやってはこうなる。でもさ、実際にモデル線やった時にその発色が綺麗にするかどうかも分かんないし、ブリーチどこまで抜けばいいかっていうのも分かんないだろうし、まあ、ヘアカットもそうですよね。あ、なんとか、あ、こうやってこの人こんなに切ってこうやってやってんだみたいな、簡単に、理解できるんですよ、見てたら。例えばオンラインとかでも。ですけど実際に反復しない人がほとんどなんで、ただめんどくさいじゃないですか、反復するの、練習とか自分の時間ね結構使っちゃうんで、だったら家族とか恋人に時間を使った方がねやっぱり楽しいですし、飲み行った方が楽しいと思います。練習がね、昔から見たら、例えばね、この辺で言うと昔すっごい遅くまで電気ついて練習したところがもう7時で電気消えたりとかしてるわけですよ、美容室で。絶対ありえないんですよ、昔から比べたら。まあ、7時っていうのは多分その日何かあって早く終わったのかもしれないけど、まあ絶対ありえないような感じなんですけど、それが普通になってるんですよ。まあ日本人はね、仕事しすぎなのかもしれないけど、勤勉さが日本人の良さだったりとかするんで、例えば僕はちょっとある、ビジネスパートナーさんの本当におかげで、中国で、講習をやったことがありまして、その時に僕びっくりしたのが、朝9時わかんないですよ、9時とか10時だった、9時か10時ぐらいからそのセミナーが始まったかな、確かそんな感じだったと思うんですけど、あんまりちょっと覚えてないんですけど、なんか僕が入った時にもうその生徒さんいたりするんですよ、飛行機で、中国広いんで飛行機で来たりとかしてて、で、まあ、言葉もちょっと分かんない中でなんかこうね、モチベーションめちゃくちゃ高いじゃないですか。日本人絶対いないと思うんですよ。10時だったら10時ちょっと前に来るとかだと思うんで、もう1時間とか2時間前に来てるんですよ。むしろこっちも困るみたいな、準備しないためだから。でもうそこからその人たちは吸収しようとして始まってるわけですよ。ということでやっぱりそのもう日本人って器用だし、なんか清潔だし、なんか全て揃ってる。日本の中にいたらちょっと分かんないんですけど、実際美容に関してはめちゃくちゃ遅れたりとかしてて、で海外とか行くと、僕ちょっと海外はちょっと分かんないんですけど、これ詳しい人に聞いてもらった方がいいと思うんで、僕全然これなんとなくの感じなんですけど、今日本ブームみたいなのがあって日本のものが良かったりしたんですけど、今もう韓国なんですよ完全に。で日本系サロンよりも韓国サロンの方が流行ったりとかして、で間違いなく日本人よりも外国人の方が遅れてるとかじゃなくて、日本人の方が遅れてるんですよ。練習もしないし、勤勉さが良かった日本人がもうその勤勉さがなんか悪みたいな感じになっちゃってるんで、正義じゃない、仕事してる主席のやつは悪だみたいな、あ、ちょっとバカだみたいな感じ、つまんない人間だと、そういう風な感じ になってる風習があるかもしれないので、どっちかというと外国の方の方がすごく必死に頑張って、そして上を目指して練習して、やってるという国もあります。実際に今本当に練習しなくなっちゃってますね。ということはもう工場がないわけですよ。ここから情報はどん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 新しいもの出てきたりとかして、と言っても情報が新しくなってるって言っても、まあ、ちょっと見てもですね、過去のものをちょっとアレンジして出てきてるぐらいなんで、そんな新しくはないわけですよ。だって酸熱トリートメントとかもそうですけど、まあ、新しい技術のような感じしますけど、でももともとブラジリアンストレートなんでとかね、もともと過去にあったものだったりとか、まあ、多少ちょっとアレンジしてますけど、日本の薬事法でちょっと変えたりとかしたりとかね、サラリーマン的な感じになってきてる気がして、まあ、逆にねその分 SNS の発信っていうのが増えたんで、でも SNS で発信したって感性は磨けるかもしれないけど技術は磨けないんで、実際に反復してるわけじゃないから。だってカットで練習するよりスマホいじってた方が楽じゃないですか。スマホでペペペってこうなんか、いや、こういうカットもあるんだ、こういうのもあるんだって。でも情報収集としては昔よりも全然早いんで、感性の部分に関してはすごく磨けると思うんですよ。だけどその技術に関しては反復化してないんで、結構薄っぺらい感じが多いと思います。アドリブが効かないとか、まあこれからの子たちもそういう感じになっちゃうんですよね。はい。なんでまあその中身というよりは発信する内容だったりとか見栄えとか、そういうものが先行してる感じがしますね。はい。まあお客さんもそんなにね、
なんていうのかな、まあある程度こうなればいいっていう感じの方が増えてるのかもしれませんけど、ちょっとね練習遅くまで、電気がついて練習してる美容室通ってみてはどうでしょうか。そのようなね、やる気があるちょっと昭和的な美容師さんもね、まあいいかなと思います。はい、まあ、どっちを取るかですね。楽しくね会話を盛り上がって、まあ、それがいいかなっていう人もいるし、ちゃんとやってもらいたいなっていう人もいるし、まあそのタイプなんで練習してるからいいかってわけでもなくて、その相性もあるんでね、美容師さんとの。それがあるから一概に練習をたくさんしてる美容バカだからいいっていうわけじゃなくて、そういうのもちょっとあるので、正解がちょっとわからないですけど、まあちょっと練習した方がいいかなというふうに思いますね。最近常日頃思ってることですが、皆さん通われてる美容師さんはしっかり陰でこうちょっと練習ねしたりとか、いろいろ検証したりとかしてると思いますので、安心して通ってください。はい、今回僕が言ってる内容は全く嘘です。何の根拠もありません。なんで、皆さん信じないでください。まあ信じるか信じないかはあなた次第です。ということで、今日も締めくくりたいと思います。チャンネル登録よろしければしてください。応援していただけると僕もモチベーションがあります。バッドボタンつくと悲しくなってやめたくなります。はい、ということで、皆さん温かい目で見守ってください。ありがとうございました。